これ行ったことあるっけ、僕。もう縁切ってるんですよ、実は。縁切ったおかげでやっぱり今すごい幸せでね、楽しいんですけど、学校の教員全員にいじめられてたんですよ。でそれが未だにトラウマで、であんまり家庭環境も良くなかったから、そんなこと言えるはずもなく、そう、欠席遅刻一回もしてないんですよ、僕。したら殺されるから、本当に学校と家に。ある日、まあ、小さい頃ね、僕が小学生ぐらいで、ディズニーランド、初めて、なんか連れてってくれるって、妹が、なんか、運転してる、母親に、お母さんやめてって、言ってたわけですよ。窓の外見たら、川の前に車が止まってて、母親と妹めっちゃ泣いてるんですよ。実は妹がいたんだけど、それなりの趣味を持っていたんだけれど、まあ、ある時、まあ、高校に入る中学校3年生最後、我が家の伝統というものがありまして、趣味のものすべて燃やすっていう、そういう伝統がうちではあるんだよ。まあ、ドラム缶に全部放り投げるわけよ。で、親がマッチ持って、見ろって言うわけよ。ドラム缶見て、見ろって言って、マッチに、火つけて、全部燃やされたっていう。親にバレた。身内っていうかその親戚に VTuber やってるってバレたわ。